こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらのベイ覚えてますでしょうか？自分が前鬼滅のベイ動画でカスタムしたかまど炭治郎モチーフのねベイなんですけど、最近もこちらですね、煉獄さんのベイをスパーキングシリーズで作りましたので、ぜひ見てみてください。でね、この自分がやってたカスタムって全部ガチンコシリーズなんですよ。なので今回からはスパーキングシリーズでまた新しくカスタムして、でさらに動画のクオリティもね上げていきたいと思っております。そして今回はこの炭治郎のベイをねスパーキング化していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはリングですね。リングは何を使うのかというと、こちらです。インフィニットリングを使っていきたいと思います。なぜインフィニットリングなのかというと、こちらこのアタックのこのインフィニットソードをつけることによって、水の呼吸をねまさにこうまとわってますよね、水をっていうのを再現できるからですね。この前回の炭治郎もねそういう感じだったんですよ。でさらに今回なんとこの水の呼吸だけじゃなく、こちらこれを外して、なんと火の神神楽ですねも再現できるっていう感じになっております。最高ですよね。まあ、なのでこのインフィニットリングを使っていきます。それでは次はチップは何を使っていくのかというと、こちらです。サタンチップですね。なぜサタンチップなのかというと、このインフィニットだけだとやっぱ炭治郎のイメージカラーである緑がねないので、ちょっとこの緑足したいなと思ってサタンにしました。さらにこのサタンの目見てください。サタンの目がね赤いんですよ。そして炭治郎の目も赤いということで、このサタン使っていきます。そしてチップコアはこちら緑のやつですね、うん、やっぱ炭治郎のこの緑を大事にしていきたいってことで、この緑を使っていきます。それでは次はシャーシは何を使うのかというと、こちらです。 1A を使っていきたいと思います。なぜ 1A を使うのかというと、もう分かりますよね、もう水の呼吸の色してますよね。そしてこう合わせることによって、もうまさにこう水まとわりついてると。そしてなんとこれ同じカスタムで、なんとこのインフィニットソードと 1A で火の神神楽も再現することができるということで、今回このインフィニットソード 1A をね使っていきたいと思います。それではラスト、ドライバーは何を使っていくのかというと、こちらです。前回の炭治郎モチーフの時に使ったクエイクダッシュ、ドライバーはね同じものを使っていきたいと思います。ということでこの3つを全て組み合わせると、これでかまど炭治郎モチーフのベイが完成します。もうめちゃくちゃ水ですね。ということでこれで鬼を切っていきましょう。それではこのかまど炭治郎モチーフのベイでバトルやっていきたいと思います。一番最初に戦うのは最終選別の時に戦った手鬼ですねとバトルやっていきたいと思います。もうこのここがね、なんか手でこう顔隠してるみたいな感じになってますよね、うん、でこう手がいっぱいあるみたいなイメージです。それではバトルやっていきましょう。水面斬り決まりましたね。それでは次は炭治郎が鬼殺隊に入ってから初めて戦った沼の鬼ですねとバトルやっていきたいと思います。ここがね顔が3つあるっていうのと、こう沼みたいになってますよね。それではバトルやっていきましょう。さてどうなるか。ねじれ渦決まりましたね。それでは次は湯城と玉代様の屋敷で戦った矢印の鬼ヤハバですね。この黒と黄色、そしてこの各所の矢印が特徴になっております。それではバトルやっていきましょう。
2の戦い横水車決まりましたね。それではラストは鼓屋敷で戦った境外とバトルやっていきたいと思います。それでは行きましょう。水流しぶきラン決まりました。ということで今回の鬼滅のベイシリーズのかまど炭治郎カスタムをスパーキングシリーズでカスタムしてみたという動画いかがだったでしょうか。自分が前に出したこっちのガチンコシリーズの方のかまど炭治郎カスタムの動画と見比べていただければねわかると思うんですけど、少なからずね動画のクオリティは上がってるんじゃないかなと思います。特に戦闘シーンですね、よく見てほしいのは。うん。で今回は手鬼と沼の鬼と矢幅と境外、まあ、だけだったんですけど、今後もしかしたらこうルイのカスタムとかねの時でまたあのシーンをねやってみたりとかってするかもしれないですね。であと皆さんも何かこう新しくカスタムしてほしいキャラですね、今まで動画にしてるやつでもこうスパーキング版でこれ作ってくださいっていうのがあればぜひコメントよろしくお願いします。で別に柱でもいいし鬼でもいいし、あと別にネタバレもね全然大丈夫なので、このシーンのこのキャラたちの戦いをちょっと再現してみてくださいっていうコメントでも全然いいのでお待ちしております。で自分以前にもいろんなね動画、この鬼滅のベイシリーズの動画出してるので、皆さんそれぜひねこう見てみてください。ということで今回のこの鬼滅のベイ動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。